こんにちは、おこぜでございます。今回はですね、前回白菜の秋の植え付けをお送りしましたけれども、その後ですね、約1ヶ月半が経過しましたので、野菜たちの様子をですねご紹介したいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。では、はい、前回ですね、植え付けた白菜がこちらでございます。無農薬で栽培しておりますので穴だらけ上から見るとですね、少しずつ玉になってきております。うまくいってるんじゃないでしょうか。それからですね、お客様をご紹介します。カタツムリですこの穴の犯人はカタツムリなんでしょうか、ちょっとよくわかりませんがこれなんか結構いい感じに玉になってきてるような感じでございます。まあ順調ですね。はい、じゃあ他の野菜もご紹介します。よいしょ。はい、青首大根ですね。秋祭りと書いてありますけどもね、私よく知りませんこんな感じですね。こんな感じで結構よく育ってると思います。大根の太さはですね、まだこんな感じですね。まだ細い、まだ細いですね。よく見えますかね。うわ、葉っぱで隠れて、よいしょよいしょ、こんな感じですね。まだちょっと食べれないと思いますけれども、順調に育っております。あとこちらの方がですね、枝豆です。秘伝豆ですね。様子が分かりますかね。込み入っちゃってるので、こんな感じで実入りはしてます。葉っぱがね、もうだいぶ茶色になりましたので、収穫時期をもう超えているのではないでしょうか。はい、こちらがですね、一見長ネギですけれども、実は玉ねぎです近づいてみますね。こんな感じですね。こんな感じで玉ねぎになりつつあります。前回ですね、小ネギとして私これを切って料理に使用しちゃったんですけども、それがですね、残った球根部分をまた植え付けてみたのがこれです。よいしょ、見えますかねまたこう葉っぱが生えてきてるという感じですまあこれはお遊びですね。あとこちらがブロッコリーですね。育ち具合はこんな感じです。とりあえず順調ですね。はい、あとこれがイチゴですね。ランナーの2番手3番手を植え付け直しました。こちらもまあ順調に育っております。あと最後ですけども、私が一番楽しみにしている青菜ですね。青菜漬けこれが楽しみなんですけども、その様子がですね、こうやってちょっと話してみますけど、育ちが悪うございます残念ながらですね、ちょっと伸びないというような状況ですんで、まあでもお水けぐらいはできるかなっていう感じでございますと妻も申しております頑張れ精細はい、我が家の野菜たちはどうだったでしょうか。前回植え付けた白菜はですね、まあ、順調に玉になってきてるかなというふうに思います。楽しみですただ残念ながらですね、最後に紹介した青菜がですね、思ったように伸びてないというのが非常に残念でたまりません、しょうがないですね。これも野菜を育てる中の楽しみというものかもしれません今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた。
バイバイ。